はい。皆さん、こんにちは。メディカルハーブコーディネーターの富でございます。はい。えー、今回ですね、植物の神秘シリーズということで、これがラストの一般公開の動画になりますね。はい。えー、いつもはですね、2、3回、えー、撮り直しをしてて、えー、3テイク目ぐらいでお届けをしてるんですけど、動画に関しては。特にこの顔出し系は噛んだりとかもするんで、えー、まあいつも噛んでるんですけどね。はい。すいませんが。今日はちょっと時間ないんで、ワンテイクでもうバスッと行きたいと思います。はい。 えと昨日ですね、夕方頃 LINE の方で案内をさせてもらいまして、えー、植物の、えー、アロマのですね成分攻略レポートをですね、まあ、アロマテラビー検定1級2級対象の約30種類の声優、えー、ですかね、が対象ですが、テキストや参考書にもあまり書かれていない、まあ、最近の研究結果とか、そういうのも踏まえて、 私なりに一つ一つのね性用を調べた上えで今回西武の攻略レポートをお届けをさせてもらおうと思いまして LINE の方で案内を流しておりますはいでも、まあ、390円の価格ですのでまあ普通に、えー、お仕事されてる方であれば購入いただける価格かと思いますねはい で一応まあこれから LINE に登録いただく方はです、ね、忘れてたっていうような方はもうちょっ LINE に流してますので案内が見れないかと思うので、まあ、その際はえとあのー、メッセージを LINE で私に直接いただければと思いますのでよろしくお願いします。はいまあ、自分で言うのもなんですけど今回はアロマの成分にフォーカスしたレポートですね、まあ、これを作ろうと思ったのはそもそもやっぱり私も成分に関して えー、一通り今回作ってみて、えー、勉強し,し直したんですけどすごくやっぱり、えー、ここがやっぱ肝だし成分が分かっていないとやっぱダメだなっていうのを改めて思いましたすごくうんでまあ役に立つかどうかっていうところは、えー、皆さん次第にはなってくるんですけど何ですかねあのー、例えばですね例をね挙げさせてもらうと、まあ、ユーカリっていうね皆さんご存知のあのコアラが好きな葉っぱの えー精油があります、はい、であれに含まれているですね18シネオールという成分、有名な成分があります。別名、ユーカリプトールとも呼ばれているんですが、この成分がですね、まあ、すごく抗菌作用がめちゃくちゃ高いわけです。はい、で、まあインフルエン、インフルエンザももちろんなんですけど、風邪とかね、新型、まあ、コロナウイルスですね、今、えー、緊急事態宣言が大阪の方ではもう出たのかな、出る予定ですかね、めちゃめちゃ増えてるし、まあ、東京も、 えー、その他の県もそうだと思うんですけど、えー、コロナウイルスに対するですね、えー、抗菌力の分野からの研究がかなり進められております。はいでやっぱり抗菌力がもともと高いのは、えー、分かってる声優ですので、えー、18シネオールを含んだユーカリをね、えー、そういうの成分がねあるんだっていうのが分かっていると、えー、それをこうお部屋にね、えー、ユーカリの香りを香らせることによってまあ手洗いうがいはもちろんそうなんですけどね。 空気清浄機香りにはなると思いますやっぱり抗菌力高いのでそういうね18シネオールがね抗菌力が高いんだっていうようなことを知っていないとなかなかその空気清浄に使おうとは思わないと思いますはい、まあ、単にねフローラルでいい香りっていうのはアロマでもちろんあるんですけどそれだけではなくって、えー、抗菌作用があったりとかね あとは虫除けのね、レボングラスとか虫除けの作用があったりとか、えー、散々言ってますけど、バラのローズとかは女性ホルモンのね、エストロゲンに似た効能を持つような成分も多いですし、ホルモンバランスですね、特に女性にとっては本当に、あのー、多くの実験でね、えー、ホルモンバランスの、えー、こう調整が、ね、されていて、えー、魅力がアップしたっていう研究も、えー、エビデンスが残っています。はい、そういった成分をね、 一つ一つね、こう、押さえていくことによって、日常生活でいくらでもね、アロマを活用できる幅が広がっていくと思います。はい。私も改めて今回勉強し直してみて、すごく、えー、やっぱ大事だなと思ったんですよね。うん。そう、つきにくい分野かもしれませんが、えー、そここそがね、一番、えー、やっぱアロマの、こう、肝になってくるかなと思いますので、はい。まあ、勉強し、 したくないといとうかね勉強しづらいところの分野ではあるかもしれませんが、えー、買っておい,いていただいて損はないかと思いますので一気に覚えるというよりは、えー、一つ一つですね自分が好きな香りだけでも構いませんので全72ページ分、えー、ありますからそれをしっかり見ていただいて、えー、振り返りながらですね長く活用していただければと思います、まあ、なくなるものではないので、えー、PDF、まあ、ダウンロードしていただければ一生使えるかと思いますのではい。 まあ今後も、えー、そういうね、安くて、えー、皆さんのためになるようなものをですね、一生懸命作ってい,たい,いきたいなと思ってます。はい。まあ、既に購入いただいた方からですね、えー、ありがとうございますというお声も、嬉しいお声いただいてますので、まあ、そう言っていただけるようにですね、うん、もっともっと、えー、たくさんですね、アロマやハーブについて、えー、いろんなことがお届けできればなと思っております。はい。 まあ、そんな感じですかね。すごく、えー、春というか、もう夏に近づいて、昼間はすごく暖かくなってきましたが、まあ、ウイルスはね、猛威を、えー、振るっている、なんか変異性のウイルスになってきたみたいな話もね、ありましたので、単なるうがいや、えー、手洗いだけではですね、防ぎきれないようなウイルスになってきてるかもしれません。うん。もうね、やっぱり、抗体というかね、そのワクチンがね、 えー、いつできるのかも、定かではないし、副作用がね、もちろん、まあ多分あるでしょうしね。うん。だから一人一人が免疫をね、高めていく上で、アロマやハーブを使っていくことがね、すぐにはな、なかったとしても、自分自身でね、えー、研究していくというか、知っておくことはね、大事かと思います。うん。応用できる分野はね、すごくあるかと思うので、はい。 まあ実際使おうと思うと成分がね、えー、またまた必要になってくるかと思いますので、まあ砕ようですけども、はい、えー、成分ね、覚えておいて損はないかと思いますんで、えー、ぜひね、手に取っていただければ嬉しいなと思います。まあ今回は散々、えー、セールスの告知案内でさせてもらいましたが、まあそれだけね、一生懸命、あのー、ためになればなと思って、えー、一生懸命心を込めて、えー、いろいろね、 多く書いた方がいいところもあったんですけど、しっかりこうまとめて簡潔に省いて、えー、書きましたので、まあ多くの人に手に取ってもらえれば嬉しいなと思います。はい。まあそんな感じですかね。まあ何はともあれ、えー、コロナがね、ものすごく猛威を振るってますので、皆さんは一人一人の健康をお祈りをしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。